60代女性が2週間でマイナス3キロ。おめでとうございます。すごい。年齢が上がると痩せにくい理由って、一般的には代謝が落ちるからと思ってる人多いんですけど、実はもう一つあって、年齢とともに血流が悪くなって、全身のリンパと内臓に毒素を溜め込むと、体がだるくて可動域が狭くなっちゃう方が多いんですよね。すると、普段使わない筋肉の周りに脂肪がつくし、使わないから痩せられないんですよ。だから毒素がドバドバ出るストレッチをやると、自然と痩せていきます。今回は喜びのコメントが多かった、速攻性抜群の毒出しストレッチ特集やっていきます。スマホやかに置いて見ながらやりましょう。解釈しましょう。いけるとこまで開きましょう。ゆっくり開いたら前に倒れていきましょう。理想は120度ぐらい開いておでこが床につくことです。最低でも90度ぐらい開いてほしいです。僕もねまだ90度ぐらいなんで肩方も大丈夫です。一緒にね頑張りましょう。ちゃんとやれば変化出ます。で、足痩せできない原因としてこう太ももとか内ももの柔軟性のなさ、それはもちろんあるんですが、実は大切なのはお尻なんですね。で、お尻がなんで大切か解説しながらやっていきますのでね、一緒に頑張りましょう。ちゃんと1回で変化出ますので楽しみにしていてください。 OK。 そしたら次はですね、1回足閉じて右足こんな感じでちょっと前に出しましょう。体を真正面に倒していきます。右の外ももお尻伸びる感覚あれば OK です。どうでしょう、伸びますか。外ももお尻です。理想はおでこが床につくことですが、最低でもねこうやって肘が床につくぐらいは行ってほしいです。これも1回で変化出るので楽しみにしててください。お尻毎日伸びないよって方は足を手前に引いたりとか、ちょっと前に出したりとか、体をもっと前に倒したり、ちょっと斜め前に体を倒したりして、お尻が伸びる角度を自分で探してみましょう。よし、 OK。 足逆にしましょう。左足をちょっと前に出します。この状態で体正面に倒して左のお尻外ももの辺り伸ばしていきましょう。これも理想はおでこが床につくことです。最低でも肘がね床につくぐらいは行ってほしいです。できない方もね大丈夫です。単純にねこう座りっぱなしとか運動不足でお尻が硬くなってるだけなので、ちゃんとストレッチすればね柔らかくなるので安心してください。あとこう座骨神経痛とかね腰痛にもすごいおすすめなストレッチ動画になってますので、腰が痛い座骨神経痛でしんどい方もねぜひ習慣にしていただければと思います。呼吸止めないようにしましょう。よし、 OK。 そしたら次は一回右足伸ばします。で、この状態作ったら左手で右のつま先を触りに行きます。触れれば良いんですが僕は触れません。皆さんどうでしょう。この左の脇腹、脇の下と右の膝裏伸びると思います。反動つけながらでいいので無理ない範囲で呼吸止めないようにやっていきましょう。あんまり肩こう力入りすぎないようにしてくださいね。反動つけて呼吸止めないようにいきましょう。頑張って。よし、 OK。 足逆にします。左足を伸ばします。で、さっきと同じように右手で左のつま先触りに行きます。どうでしょう、触れますか。僕も触れないのでね硬い方も安心してください。やればねちゃんと変化出ますので。で、結構ねこれ左右差ある方多いと思います。ただ基本的に人間は利き手とか利き足があるので左右差があって当たり前です。で、左右差がすごい極端にある方はその硬い方だけねちょっと量をね多めにやってあげる、まあ倍ぐらいやってあげると良いんじゃないかなと思います。呼吸止めないでしましょう。よし、 OK。 次前屈します。足を伸ばします。この状態からゆっくり前倒れましょう。反動つけながらで大丈夫です。理想はこの手首がつま先に当たるぐらいまで前に倒れればいいんですが、最低でも指先がつま先触れるぐらいまでいけるといいと思います。皆さんどうでしょうか。呼吸止めないようにしましょう。腰痛とかね、反り腰、座骨神経痛持ちの方は結構この前屈も苦手だったりするんですが、反動つけながらね無理ない範囲でいいので一緒に頑張りましょう。呼吸止めないようにしましょう。よし、 OK。 そしたら次は右足を伸ばします。で、右の内ももを両手でマッサージしていきましょう。痛気持ちいいぐらいで揉んでいきましょう。このもう膝の横ぐらいまで揉んじゃっていいと思いますが、自分がね一番気になるところ、
付け根の脂肪を落としたい人は付け根入念に、内もも全体の人は全体をまんべんなくね揉んでいきましょう。痛気持ちいいぐらいでいいです。で、女性の方はね、特にこう血管が細かったりしてあざになりやすかったりするので、痛気持ちいいぐらい、強くやればね痩せるってわけじゃないので、ゆるーくやっていきましょう。で、あんまり肩だけこう力入らないように意識して、呼吸はね止めないようにしましょう。OK、 逆足いきます。左足伸ばします。で、両手で左の内ももマッサージしていきましょう。痛気持ちいいぐらいでやっていきます。基本的にね、なんか触っちゃいけないところとかはないです。自分がね気になるところを重点的に揉んであげればいいと思います。で、こうやって掴むのが痛いよって方は、例えば手のひらでこうやってさすってあげてもいいです。自分がねやりやすいようにやっていきましょう。最初にお尻の柔軟性チェック入れたんですが、皆さんどうでしょう、できましたかね。結構ねあれ難易度高いと思います。ちゃんとね変化出るので、ぜひ最後まで頑張ってください。楽しみにしててください、変化を。 OK、 そしたらもう一回右足を伸ばします。で、なるべくですね股関節開きます。なるべく股関節開いた状態で体真正面に倒していきます。右の内もも伸びる感覚あれば OK です。もう倒れれる人はね、おでこを床につけるぐらいまで倒れちゃっていいんですが、硬い人はつま先がねこうやって前に倒れちゃうんじゃないかなと思います。問題はないんですが、なるべく真上向けた方が内ももより伸びてきます。呼吸は止めないようにしましょう。どうしてもねこう肩上がりがちの方多いので、肩は力抜いて、呼吸は止めない。よし、OK、足逆にします。左足を伸ばして、開脚、なるべく股関節開いた状態で体真正面に倒していきます。左の内もも伸びる感覚あれば OK です。つま先が前に倒れちゃう方はなるべくね真上向けましょう。で、この内ももが硬い人、僕がねトレーナー歴9年一応あるんですけど、その中で見てて感じるのはあれですね、内ももを使わなすぎ、筋肉って使いすぎか使わなすぎで硬くなるんですけど、ほとんどの方がね内ももを使わなすぎです。運動不足ってのもあるし、運動してても足を閉じるって動きはあんまりしないので、やっぱり、ね、内ももはこうやって伸ばすことも大切ですけど、使うってこともねすごい大切です。 OK、 そしたらですね、一回こんな感じ、あぐらみたいな状態にして、右足を左こっちに持っていきます。で、この両手でこの右足をお腹にグッとつけます。右のお尻伸びる感覚あれば OK です。なるべくピンと姿勢正すと、よりね右のお尻伸びてきます。きつくてできないよって方はこの足、この辺でもいいです。右のお尻伸ばすことが目的です。伸びてればそれで OK です。頑張れる人はなるべくこの足をお腹にぐーっとつけて、ピンと姿勢正すと、よりね右のお尻伸びてきます。肩はこうやって力入らないように意識して呼吸しましょう。OK、 逆足いきます。左足を右こっちに持ってきます。で、この足をしっかりお腹にギュッとつけます。なるべく姿勢正す、左のお尻伸びる感覚あれば OK です。きつくてできない方は左足この辺でもいいです。左のお尻伸ばすことが目的です。で、お尻が硬くなっちゃう原因もほとんどの方使わなすぎですね。座りっぱなしとか、もしくは立ちっぱなしでも立ってるだけだとお尻って使わないので、こう、例えば階段登るとか走ったりすればお尻使うんですけど、立ちっぱなしだけだとねお尻使わないんで、ほとんどの方が使わなすぎでお尻硬くなってるので、しっかり伸ばしていきましょう。 OK、 そしたらこんな感じ、体育座りみたいな体勢できますか。で、両手軽くグーにして裏もも叩きましょう。裏もものマッサージです。この体勢きつかったらね、もうちょっと膝曲げてこんな感じでもいいです。痛気持ちいいぐらいで裏もも叩きましょう。軽くグー作ってます。この時もね肩があんまりこう力入らないように意識してください。呼吸は止めないで。よろしく、皆さんついてきてますか。もしきつかったらね、途中サボりサボりやったりとか、再生速度調整できますので、再生速度早めたり遅めたりしながらやってみてください。 OK です。そしたら次はですね、右足伸ばします。で、右足の方に向かって体を倒します。右の膝の裏もも伸びてれば OK です。右手で右のつま先掴めると良いですが、
つかめない方はね、こんな感じで手を膝に添えておいて、右の膝の裏、裏もも伸びてればそれでも十分 OK です。呼吸は止めないようにしましょう。どうでしょう、伸びてますか、裏もも。頑張れる方はね、ちょっとずつ反動をつけながらでいいので、前に前に進んでいけると良いと思います。 OK、 逆いきます。次、左足伸ばします。で、左足の方に向かって体を倒していきます。左の裏もも、膝の裏伸びてれば OK です。ふくらはぎ硬い人はね、ふくらはぎ伸びる感じもすると思います。掴める人は手でつま先掴む。掴めない人はね、こうやって膝に添えて膝が曲がらないようにしましょう。結構ね、質問でこうストレッチ毎日やらなきゃいけないですかって言われるんですけど、もう理想はね、朝昼晩3回毎日やるっていうのが理想なんですけど、無理ですよね。僕もね、ズボラなんでそんなできないです。なんで最低限は週に1回だけでもね、ズボラストレッチの動画1個でもやってればそれで十分だと思います。それでも十分習慣化になりますので、ぜひね、ゆるーく習慣化してズボラにやっていきましょう。 OK、 そしたら次、もう一回右足伸ばします。で、なるべく開く、股関節開いた状態で体真正面に倒します。で、この状態でつま先を前に倒す、真上向ける、前に倒す、真上向ける。もう股関節付け根から動かすイメージです。倒す、真上向ける。呼吸は止めないようにしましょう。内もも伸びてる感覚あれば OK です。余裕ある人はどんどん体ね、前に倒していきましょう。呼吸だけ止めないようにしましょう。しっかり真上向ける。 OK、 逆足いきます。左足伸ばして、なるべく股関節開いた状態で体は正面に倒していきます。つま先前に倒す、真上向ける。つま先前に倒す、真上向ける。これ繰り返していきましょう。で、内もも、これ内転筋って言うんですけど、こう何種類かあってですね、薄い筋肉って書いて白筋っていう筋肉があるんですけど、それだけね、膝またいでるので、その筋肉が硬い人、この膝付近がね、ピリピリってする可能性があります。なんで、この膝付近がピリピリ痛いよって人は、その痛いところをね、こう手でさすってあげたりマッサージしたりすると、だいぶそのピリピリ消えると思いますので、試してみてください。よし、 OK。 そしたら、あぐらでも正座でも長座でも大丈夫です。楽に座ったら、右手、右肘を床について、左手万歳します。誰かにこの左手を引っ張れてるイメージで、向こうにぐーっと左手を伸ばすと、左の脇の下、脇腹ぐらいまで伸びてくると思います。で、この時に反対のこっちのお尻、浮いちゃダメなのっていう質問いただくんですが、浮いても OK です。目的は左の脇腹、脇の下、脇腹を伸ばすことです。多少お尻が浮いても OK。あぐらできない人は正座でやってもいいし、長座でやってもいいです。よし、 OK。 逆いきます。左手、左肘床について、右手万歳します。この指先を誰かに引っ張られてるイメージで、向こうにぐーっと伸ばすとね、脇腹、脇の下伸びてくると思います。で、真横に倒したりとか、ちょっと斜め前に倒したりして、自分が、あ、この角度伸びるなーって位置を探してみましょう。どの角度が正解とかいうのはなくて、一番伸びる角度がね、硬い角度なので、そこを重点的にやってあげると良いと思います。呼吸止めないようにしましょう。きつかったらね、各種目最後の10秒サボったりとか、再生速度早めたり遅めたりして、自分でやりやすいようにね、調整しながらやりましょう。 OK、そしたら一度こんな感じで体育座りしましょう。体育座りの状態で、左足を右足にこんな感じで乗せます。で、なるべく胸に左足を近づける、こんな体勢作ります。左のお尻ストレッチします。手は床について OK です。なるべくピンと姿勢からしましょう。きつくてできないよって人は、一回足伸ばして、この状態で左足を右足に乗せて、これぐらいでも全然 OK です。お尻この辺伸びてれば OK です。頑張れる人はなるべく左足をお腹に近づけて、ピンと姿勢を正す。呼吸止めないようにしましょう。 OK です。逆足いきましょう。右足を左足に乗せます。で、なるべく右足を胸に近づけます。
なるべくピンとして垂らすと右のお尻伸びてくると思います。どうでしょう、伸びる感覚ありますか？呼吸止めないようにしましょう。きつい人は一回足伸ばして、この状態で右足乗せて、これぐらい、これでもね十分です。右のお尻伸びてればそれで正解です。どうしてもね、周りの人と比べたりしちゃう方が多いんですけど、別にね自分のためにやってることなんで、誰かがどうだからっていうのは関係ないです。少しずつでもね柔らかくなるのを実感していただければと思います。よし、 OK。 そしたらですね、もう一回前屈やってみましょう。足伸ばして前に倒れます。さっき僕は指先がつま先つくのギリギリだったんですが、だいぶ余裕ができました。皆さんはどうでしょう、変化実感できてますか？呼吸は止めないようにして、どんどんね反動つけながらでいいので前に倒れましょう。多少膝曲がってもいいです。呼吸止めないで、ちょっとでもねビフォーアフターの変化が実感できるとすごく嬉しいです。頑張って頑張って、呼吸は止めないで、よし、 OK。そしたら次、お尻の柔軟性チェックです。まあ、こんな感じで、右足ちょっと前に出して、体真正面に倒します。おでこが床につくのが理想です。僕はつかなかったのが、ああ、ギリギリつくようになりました。皆さんどうでしょう？変化出てますか？最低でも肘が床につくぐらいまでいければいいと思います。いまいち伸びない方はね、右足もうちょい前に出したり、手前に引いたりとか、体をもっと前倒したりとか、左斜め前に倒したりとか、いろんな方向で試してみてください。右のお尻、外もものストレッチと柔軟性チェックを兼ねてます。おでこがね床につくようになった方はぜひコメントでね、変化出たよって教えてもらえるとすごく助かります。 OK、 逆いきましょう。左足前に出して、このまま体真正面に倒していきます。左の、お尻、外もも伸びてれば OK です。おでこが床につくのが理想ですが、僕はちょっと左右差があって左側つきません。先ほどもお伝えした通り、つかない方はねちょっと長めにやってあげるといいと思います。一回動画止めて長めにやってもいいし、ちょっとね硬いところだけ動画の再生速度遅くして長めにやってもいいです。ただね、最初に比べてこのお尻柔らかくなって前に倒れやすくなった感じするんじゃないでしょうか。よし、 OK。そしたら右足を伸ばします。で、左手で右のつま先触れるかどうかやってみましょう。おー、僕ギリギリ触りました。もともとつかなかったのがつくようになりました。皆さんどうでしょうか？あんまり無理しないでくださいね。反動つけながらでいいので、呼吸を止められるしましょう。この裏もも、膝の裏伸びれば OK です。もしくはね、すごい硬い方は1回で変化出ないかもしれません。ただね、2回3回と習慣化にして、習慣化して続けていくと絶対変化出るのでね、一緒に頑張っていきましょう。 OK、 逆いきます。左足を伸ばして、右手で左のつま先触りに行きます。どうでしょう、触れますか？呼吸は止めないようにしましょう。僕やっぱり左右差ってこっちだけつかないですね。例えば硬い方向を覚えておけば、普段ねふとした時にテレビ見ながらチラッとやってあげたりしてもすごいいいと思います。で、この左右差、さっきも伝えた通りすごい気にしちゃう方いるんですけど、人間なのでね左右差って当たり前です。そんなに気にしなくていいと思います。よし、 OK。 そしたら最後もう一回開脚しておしまいにしましょう。開けるとこまで開いて、ゆっくり体正面に倒しましょう。理想は120度開いて、おでこが床につくこと、最低でも90度ぐらい開いて、肘が床につくぐらいまで行きたいですけど、僕もちょっとできないです。ただだいぶね前に倒れやすくなりました。で、ズボラストレッチはこんな感じで1回でね基本的に変化出るようになってますので、太ももも、お腹も気になる方はね、メジャーでビフォーアフター計測してあげたりすると1回で変化分かったりするので、メジャー持ってる方はねぜひ次からメジャー使ってビフォーアフター計測してみてください。で、これで全然物足りないよって方もいると思うので、概要欄に追加のストレッチ貼っておきますので、ぜひこのまま続けてやってみてください。あとは LINE アット、インスタ、ツイッター、ボイシーやってますので、それも全部概要欄貼っておきます。ぜひフォローお願いします。 OK です、お疲れ様でした。ここまでよく頑張りました。
自分自身に発揮しましょう。これなら年配の女性も簡単にできると思いますので、一緒に頑張りましょう。